アジアカップ、カタール、で8強敗退に終わった森安ジャパンに対し、韓国紙朝鮮日報、が、優勝候補、日本の没落は予見されていたのかもしれない、との書き出しで厳しい見解を示している。森安ジャパンは3日に行われた準々決勝のイラン戦に1-2で敗戦。森安人監督は、選手、スタッフがこの2日間いい準備をしてくれたので、 その努力を結果に結びつけられなくて残念。私自身がうまく交代カードを切れなかったのが敗因、と語っていた。そんな中、同メディアは MF 久保竹房、レアルソシエダードが大会前に、アジアカップがリーグ戦の期間中に開催されるのは残念。と発言した点と、MF 三笘薫、ブライトンが怪我を抱えていた点に注目。 亀裂の動きはあった。久保の発言は日本のファンや代表チームの仲間たちが多少不満を抱いてしまうようなものだったし、森安監督は三笘のアジアカップ出場自体が不透明だったが、メンバーに選んでいた、と疑問を投げかけた。さらに MF 伊藤淳也、スタッドランス、が、デイリー新調、で性果害疑惑を報じられた件にも言及。 日本サッカー協会は1日に伊藤が代表チームから離脱すると発表したが、すぐに撤回した。再び伊藤が代表チームから離れることを決定した、と騒動に触れた上で、森安監督の伊藤に関する発言について、現場ではあの発言が軽率だったという評価が出ている。彼の発言自体が二次被害を誘発させるものだった、と苦言を呈した。 最後には、今大会で最も関心を集めたテーマは韓国と日本の激突だった。両チームは決勝で優勝カップをめぐって争うと予想されたが、今大会の韓日戦はなかった、と締めくくった。